どうもこんにちは、タムショーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はですね、僕の母校である市立船橋高校にね、練習に参加したんですけれども、まあそのね、動画がですね、3部構成で出たと思うんですけれども、まあそのですね、参加した感想をですね、皆さんに今日は伝えていけたらなと思います。はい。でですね、まあ率直なね、母校に参加した率直な感想なんですけれども、まあね、すごいやっぱ、懐かしくてすごい楽しかったーっていうね、思いがあるんですよね。やっぱり、まあ高校卒業して、なかなかね、母校の高校の練習に参加する機会っていうのは、多分なかなかないと思うんですよ。すごい新鮮で、しかも楽しくて、後輩たちもね、僕のこと知ってたみたいで、僕もね、まあ、何人か知ってたんですけれども、すごいね、楽しむとこは楽しんで、しっかり礼儀正しくて、もうね、本当にやるときをやってみたいな感じのね、後輩ですごいね、いい後輩だなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱりね、まあ、その後輩がいるのもね、やはりね、僕は、先生の指導力のおかげなのかなっていうふうにね、思ってるんですよね。はい、というのもですね、まあ、今、指導されてる市船の監督ですよね。で、僕の先生で、恩師でもある先生なんですけれども、実はですね、僕が高校1年生の時に入学しました。その時に、実は一番長距離の先生は変わってるんですよ。で、それが今の先生なんですよ。なので、僕らと同時に高校1年生で入ったわけなんですよ。僕らと一緒にスタートしたわけなんですけれども、だから、その先生が自分の手で長距離を3年間教えたのって僕らが一番最初なんですよ。で、やっぱりね、1年目は、まあちょっと手探りな状態だったんですけれども、の2年目、僕が、まあ2年生ですね。2年生の頃から、ね、市船特有なのかわかんないけど、メディシンボールあったじゃないですか。メディシンボール投げたり、ね、ランジスクワットとかやったりっていう、メディシンボール、あれをですね、2年目から始まってですね、そこで結構ね、体とかね、基礎の体力とかつけてたんですよね。だから、本当に、今参加してきましたけれども、やっぱりその時と昔とやっぱりベースは変わってないなっていう風に思ったんですよね。グレードアップはしてるんですよ。グレードアップはしてるんですけれども、やっぱりベースは変わんないなっていう風な感じの印象がありましたね。で、なおかつ、市船っていうのはですね、結構、大学に入って、箱根駅伝出たいっていう人結構いるんですよね。で、やっぱり市船強くなって、箱根駅伝目指したいっていう人が結構入ってくるんですけれども、市船のね、ちょっと特徴なんですけれども、まあ、いいところなんですけど、やっぱりね、そのメディシンボールとかいろんな補強を長い時間かけて、やるということで、その体幹がすごい鍛えられると。ね、高校1年生の時はめちゃめちゃ細い体だったんですけど、高3の時はもうマッチョみたいな感じになって、すごいね、鍛えられる。しかも体幹が安定する。ね、走りもブレない。ね、体が手に入れることができる。なおかつ二つ目はね、距離もしっかり踏むんですよね。やっぱり大学へ行くと、ね、箱根駅伝を目指すわけですから、すごいハーフマラソン走る距離に対応しなければいけないんですよ。だからすごい距離踏むんですけれども、高校生は負けてないんですよ。高校生は負けずにね、もう運動公園あったじゃないですか。運動公園まで来るのに4キロかかるんですよ。で、帰るのに4キロで、そこで8キロ。だから、運動公園来て、練習して、帰るだけでも相当距離踏むんですよ。で、しかも、朝練もやってるわけですからね。だから、めちゃめちゃ距離も踏むということで、本当にね、大学でも通用できるような、基礎体力を一応つけることができるわけなんですよね。というのも、まあ、先生がね、おっしゃってたんですけれども、なんか、この直近の3年間の箱根駅伝のエントリーの数は、市船卒が、ね、第1位みたいなんですよね。はい。だからね、先輩方も、僕も含めてですかね。先輩方もね、すごい結果を残してるということでね、やっぱり、まあ、練習見てもらったと思うんですけれども、まあ、ああいう形でね、僕は動画化して、させていただいたんですけれども、本当にね、感謝したいなっていうふうに思ってますね。だってなかなか、自分の母校の練習っていうか、自分のやってる練習ってなかなか公開したくない。学校も多いと思うんですよ。なんですけれども、先生は承諾してくださり、今生徒の皆さんも承諾してくださったということでね、すごいね、僕嬉しいなって、思ってるんですよね。はい。で、あとで、まあやっぱりね、僕、なんかね、学校訪問とかすごいしたいなと思ってたんですよ。で、高校とか大学とか、まあ実業団とかね、いろんなとこ行って、なんか一緒に練習参加したいなと思ったんですけど、でも一番最初は、絶対に母校の市船だっていうふうに思ってたんですよね。だからまあそれをね、一番最初にやっぱり叶えることができて、すごいね、僕も嬉しかったなって、思ってて、すごいね、後輩方も優しくてね、よかったなっていう風に思います。だからもうより一層ね、応援したいなって思いましたし、だからね、本当に、
当にこうやって協力してくださり本当に嬉しいですし、僕も参加できてすごい楽しかったです。すごい勉強になりました。で、まあね、一番最初は一番ということで言ったんですけれども、今後ね、やっぱり自分の母校以外のね、練習とかね、ね、補強とかね、どういうことをやってんだろうってすごい僕も気になったんですよ。だからなんか他のところにもね、参加したいなっていう気持ちが結構強くなりました。はい。でですね、まあ今回母校の一船に行ったわけなんですけれども、実はですね、まだね、もう一度だけね、一船母校にね、行こうかなっていうふうに思ってるんですよね。というのも、今回参加したのは平日の練習なんですよ。だから普通に学校があって授業が終わった後の練習風景を、撮影しました。次はですね、休日の練習風景を撮影したいなっていうふうに思ってるんですよ。だから土曜日ですね、主に土曜日とかの休日の練習はどんな感じでやってんのかっていうのをですね、先生に、ね、相談しまして許可をいただいたのでね、またね、次回ね、一船の母校の休日の練習をね、載せたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということでね、母校、一船の紹介と感想でした。ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。ありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。